ろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。この辺が張ってるとかってありますか？結構やっぱ首ら辺がやっぱ張りを感じますね。なるほど、はい。これはなんでこういう企画をやられようと思ったんですか？あ、もうボランティアです。あ、そうなんですか。はい、もう2年ぐらい前から、はい、このハチ公前で、はい、やってます、ね、毎週土曜日。え、2年前から、はい、毎週土曜日このフリーマッサージの企画をやってらっしゃると。やってません、ね、すごいですね。これ元々なんかマッサージのお仕事を、はい、やってます、やってます、ね、されてらっしゃるということで、はい、じゃあ今回なんかじゃあきっかけは何だったんですか、そのフリーマッサージをやろうっていう。あ、自分 の、 そのマッサージの先生が、はい、こういうフリーマッサージやってたんで、それをオマージュして、はいはい、やってください。素晴らしいです。どう、実際にやられてる中で反応とかっていうのは どんな感じなんですか？はい、あ、そうですね、まあはい、だんだん地味に、はい、リピーターの人とか、はい、あと、はい、チャンネル登録の人が増えてったりとか、はいはいはい、あと仕事につながったり、はい、いろいろしてます。はい、素晴らしいです。いや、フリーハグとか、はい、なんかフリーね、キスとかいろいろあると思うんですけど、フリーマッサージっていうのは初めて見ました、ね。あ、そうです、なかなか見ないですよね。はいはいはい、隣とかでよくフリーハグは見るんですけどね、はい、そうですよね、はいはい、ちなみにちょっと自分のチャンネルの話なんて恐縮なんですけども自分がサッカーをJ リーグを結構応援する動画をちょっと中心に上げてるチャンネルでして、はい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 、普段お名前なんてお呼びすればよろしいですか？哲也さんは普段 J リーグとかって見られたりしますか？ J リーグね、はい、スポーツあんま見てないんですよね。なるほど、でもニュースでは見てるんで。あ、本当ですか。サッカーもやっぱり J リーグも、はい、生で見るとものすごい感動というか、はい、そうですね、いいですね。そうです、すごいスポーツ本当感動するところもあるので、ぜひ機会があればもちろん、はい、見に行っていただきたいと思います。そうですね、生はやっぱり面白いですよね。いや、マッサージ気持ちいいですね。ありがとうございます。だいぶ凝ってますね。いや、ちょだいぶ凝ってます。編集時間、いや、僕は編集してないんですよ。友達が編集してまして、だから普段からちょっと全身タイツ、全身タイツ、全身タイツの格好でサッカーを毎回応援しに行ってるんですね。割とこう毎回こうなタイツの締め付けでもしかしたら結構首は痛めてるっていう可能性はきついですね。ありますね。これは時間っていうのは何時から何時までとやられてるとかあるんですか？あ、このマッサージですか？はい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 、まあ適当なんですけど、はい、12時ぐらいから、はい、まあ、6時ぐらいですかね、はい。まあ、帰りの時間はその時の、はい、取れ高次第っていうのもあるんですけど、まあ、4時以降までは確実にやってますね、はいはい。これはそのマッサージしてるところの動画を上げられてるっていう形ですか？はい、そうですね、それが中心で、はい、あとはまあ自分もちょっと、はい、チャレンジ企画で、あ、そうなんですね、早食いしたり大食いしたり、なるほどなるほど、なんかいろいろやったりはしてますね。はいはいはい、めちゃくちゃ気持ちいいですね。本当ですか、はい、結構硬いですね。いや、だいぶ硬いです。なんかちゃんとした、はい、ベッドの上でちゃんとやってあげたいです、ね。はい、ああ、いや眠くなってきちゃいました。気持ちよくなこれからですよね。そうです、全身体操。そうです。1日ちなみにどれぐらいの方をマッサージされるんですか？これは、はい、まあ、その日にもよるんですけど、10人前後くらいですかね。あ、10人前後、はい。外でこうやってやられるのもだいぶお疲れになられるんじゃない、哲也さんもお疲れになられるんじゃないですか、これは。今寒いんで、その寒さに今やられてますね。そうです、足元からやっぱ冷えるんで、はい、もう基本的に、まあ、季節に関わらずもうずっとやってらっしゃるって感じなんですか？あ、そうですね、あとはもう雨が降ってなければやりますって感じで。しかしすごいですね、この硬さ。ちょっとやばいです。尋常じゃない、相当凝ってますね、これは。首のマフラーが取れれば首もやってあげたいんですけど、ね、あ、いいんですか？逆に。全然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 。ありがとうございます。すいません、ちなみに、はい、もう一度チャンネル名よろしいですか？はい、ダンサーセラピスト哲也ってやってます。ダンサーセラピスト哲也さんというチャンネル、こちらです。皆さん、よろしくお願いします。ダンサーセラピスト哲也というチャンネルです。皆さん、よろしくお願いします。地味なチャンネルです。いやいやいや、もう早速登録したっていう人の方も。ありがとうございます。ありがとうございます。土曜日来ればもう無料でやりますから、はい、ぜひ皆さんも、はい、やります。来てください。はい、
もう分かりやすいですね、この疲れっぷりが。相当いいですけど。あ、結構皆さん登録、登録したよっていう声も徐々に来てますし。ありがとうございます。はい、ありがとう、皆さん、哲也さん、登録してあげてください。すいません、お願いします。すいません。本当にもう。あ、いや、あ、そ、あ、そこら辺、あ、やばいですね。これ、これゴリゴリ人いますよね。はいはいはい、そうなの。相当来てますね。あ、あったですね、この人の。あ、あ、そこ来てます。あ、すごい。来てんな、これ。わかりやすいですね。はい、いますね、これ。あ、痛い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 。ちょっと痛いですね。痛い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 。はいはい、あの普段は お店はだからどちらに、お店というか。あの東銀座に、あ、東銀座の、まあ、父親がやってる店なんですけど、はい、そこに父親がいない時にやってます、これ。あ、なるほどなるほど。はい、あとあの出張とかで、はい、そのレンタルスペース借りて、はい、もう予約がある状態で入ってます。そのマッサージのこうお仕事というか、はい、そういうのを志されたっていうのはもうなんかきっかけとかっていうのはあったんですか。もともと父親が整体やってるんで、はいはい、高校卒業したら同時に無理やり、はい、取らされたっていうのが、まあ、きっかけなんですけど。なるほど。あと自分ダンスやってて、はいはいはい、やっぱり体とか、はい、壊したりいろいろしてる中で、あ、 やっぱ体のケアって大事だなっていうのが分かって、でだんだん真面目にやるんだったらとか興味が出てきたんですよ。やっぱり腰が痛くなったりね、なんかいろいろするんで、無駄にちょっと身長大きいんで結構腰すぐ痛くなっちゃったりするんですよね。ああ、はいはい、分かります分かります。なんかもう普段から腰、はい、腰痛持ちの、まあ、方とかが、ええ、こういうストレッチやっておくといいよとか、そういうのってあったりしますか。ね、あ、腰痛ね、またいろいろパターンがあるんですけど、はいはいはい、まあ、自分のパターンからするんだったら、はい、ちょっといいですかね、はいはい、やっぱりこの膝をね、ここ、はい、膝をこう、はい、上げるといいですね。膝を上げる運動していただくと。なるほど。やっぱりはい、この辺の腰回りの筋肉が、はい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 、いや多分弱くなるんですね。弱くなったり硬くなったりするんで、はい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 、こうやって上げるのがいい。なるほど。あと、まあ、こういうのやったりとか、はい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 、あとよくサッカーの選手がこういうのやってるんですよ。そうそうそう。あ、それやっぱ後ろのところですね。そう、ここのやっぱり筋肉をやっぱりちゃんと滑らかに動かすようにして、はいはい、なるほど。だからよくデスクワークでこう座ってる人がもう硬くなっちゃってるんで、こういうところが、はいはい、それをやっぱりこういろいろこうほぐすと腰痛に太ももですよね、繋がってるんで、はい、この辺。ありがとうございます。はい、みんなやっぱ皆さんサッカーの応援の時ってやっぱ結構腰激しく動いて腰とか疲れる方いらっしゃると思うので、今の哲也さんに教えていただいたストレッチ、これから新シーズンも始まりますので、ぜひ皆さん試しましょう。いろんな、ね、パターンがあると思うんですけど、はい、あれも一応参考に。あ、例えばそういう体のケアの情報についても、これはチャンネルの動画で上がってたりするんですか。はい、その肩もんでる人 の、はい、なんかそのやつに対して答えてる時が結構ありますね。はい、なるほどなるほど、ね、そういった情報も見れるということです。そうですね、はいはい。あと何か分かんないことがあったら、はい、聞きたいことがあったら、はい、書き込んでくれたりするから、はい、答えられる範囲で答えます。そういうことです。体のケアについてもし分からないところあれば、哲也さんのチャンネルですね、ぜひコメントしていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、いや、そろそろですかね。はい、いや、いや、すいません、こんな、とんでもない長い時間、特異的なフィニッシュ。あ、いいですね、これいいですね。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございました。本当にこれは無料という形で大丈夫なんですか。あ、もう完全無料です。 ありがとうございます。ということで改めまして、ダンサーセラピスト、本当すいません、ダンサーセラピスト哲也さんのフリーマッサージを着させていただきました。はい、体、腰ともにとってもスッキリしています。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。撮影しながら恐縮なんです。いや、とんでもない。
Thank you.